よし、じゃあやろうか。やろう。ということで、はい、基本的に一人の時間が大好きなひーちゃんです。基本的に一人が好きすぎてまだまだ独身のけんけんです。ということで今回さとまるチャンネルある孤独な一人というゲームやっていこうと思います。私のことかな。はい、やってみましょう。これね、けんけんが見つけてきてくれたゲームなんですよね。でもどんなゲームか全然把握してないんで、はい、もうゲーム開いた瞬間もうめっちゃこっち見てくるから速攻でビビるという。これ見てこっちみんなやって言ってたのずっと。そうそうそう、めっちゃ怖くない？こんな大して、いや別に怖くないよ別に。いやもう勝手、片方さ、芸術的な絵やん単純な。あ、いや目が落ち葉やで。違う、目が落ち葉なんじゃなくて落ち葉が目に乗ってるだけでしょ。分からへんやん、中身ないかもしらんやん。なかったとってですよ。でもこれ適当にボタン押してやっていったんかな。いいんじゃない。よいしょ。畑池田プレゼンツ。お、もうびっくりした。うん、お、これを聞いてくれているかわからないけど、ひょっとしたら届くかもしれないから残すよ。うん、その電話、伝言が残るタイプの電話。え、クリックしても進まへん。え、このさ、ビリビリ音はさ、このテープの音ってこと？多分。ビリビリ言ってるよね。え、これ何をしたら正解なんやろ？いろんなとこ。電話じゃない？電話。あ、電話か。いや。え、めっちゃむ、ちょっと何しても進まない。エンターとか？スペースとか。あ、エンターだ。君は一人になりたいって言っていたから、こっちにいるよりそこにいる方がいいんだろうけど、うん、やっぱりあんなボロい建物じゃ冷えるだろうし心配だよ。うん。お。止まった。うわ、びっくりした。はい。なんで？何にびっくりした？この鼻が高い女の子にびっくりした。いや、もう音、音、音。音に、そう。ある孤独な一人。でもなんかね、電話くれる人がいるってことは孤独じゃなさそうですけどね、別に。確かに、生存確認してくれてる。なあ。でも、かわいい。あ、動く。調べる。え、めっちゃかわいい。あ、かわいくない。読んでよ、かわいいでしょ、これだって。え、なんか胸になんか書いてない？あ、ナンバーセブンみたいなの書いてなかった？嘘。めっちゃビビってる、めっちゃビビってる。あ、すごい雰囲気のあるドットだね。うん、うん。電話取りに行くか。あの床に落ちてるの何なんだろう。ねえ、瓶、瓶、瓶調べよう。さっきに電話じゃなくて？うるさ、電話。あ、薬飲んだ？ あ、薬か。あ、薬だったんだ、その瓶。いや、元気かい？こんなこと言ったら君は怒るかもしれないけど、あの薬はやっぱりダメだよ。あら、今飲んじゃったよ。副作用がつ、飲んだよ。君くらいの症状なら薬なしで治った人もたくさんいるんだ。てんてんてん。これは、この声が言うことが本当に正解なんかな？あ、そっち？また見当違いなこと言ってたらごめん。だけど僕なりに一生懸命なんだ。彼氏かな？でも薬を飲むなっていうのはちょっとね。あったら飲んじゃうよね。なんだろう。副作用は強くても必要な薬ってあるから、やっぱり。あ、確かに。よいしょ。院長先生、とても寂しいです。ここで一人私はずっと治療しています。私には支えになってくれる恋人も家族もいません。
私の症状はとても重く、だんだん体の自由が効かなくなって、薬なしではもう立っていることができません。あなたはもう死んでしまったのに、こうして手紙を書いています。書いてしまいます。セラッタより、あ、院長先生が亡くなったけど、私は手紙を書かずにはいられない。じゃあ、あの声は電話っぽくかかってくるけど、幻聴ってこと？え、でもこの院長先生とさっきの電話の声の主がイコールじゃないでしょ。イコールじゃないけど、うん、なんか、誰も支えがいないって言ってるのに、心配なんだって言ってくるんでしょ、うん、あ、そっか。だから、妄想？幻聴なんじゃない？誰か。だから、ね。私のことを心配してくれる人がいたらいいのにっていう願望かもしれないし から来る幻聴。薬飲んだら電話取ってないけど留守電モードみたいに変わるんだもんね。うんうんうん。よし、どうなんだろう。ちょっとまあまだそこまでわかりませんけど。うん。え、わあ、また鳴った。今度は出る？めっちゃビビってるやん。借金の催促かな。まあちょっととりあえず電話出てみようか。なんだ、なんだ、扉戸かな、あれ、ね、なんだ、なんかあれ、これだってかな。え、どうやって出る、出られないんじゃない。なんかすごい、なんかチェストの画像がめっちゃ煽ってくる。チェストに行けってことでしょ、多分。釣りが入ってんのかな。あ、でもすごい音。ほら、また薬飲んでる。飲むと電話やむんだよ。昨日は電話してくれてありがとう。投薬以外の治療も前向きに考えてくれてるんだね。めっちゃビリビリ言う。ありがとう。君が会いたいって言ってくれて本当に嬉しいよ。明日仕事の休みをもらったから急いで君に会いに行くよ。待っててくれ、僕の大切なアールバ…てんてんてん。なんか不可解ですね。なんか一人で会話が進んでない？こっち会いたいとも一言も言ってないよ。そうや。だってまだ電話に出てすらないんだもん、そもそも。そうそうそう。なんかそういうところが妄想っぽいよね、なんかもうすごい。うんうんうん。あとなんかあの、すごいテープの音のような気がしてさ。自分が、昔の留守電なんじゃん。うん。自分が好きなタイミングでこの子が勝手につなぎ合わせた。あれをしてんのかなと思ったけど。そうね。昔の留守電ってデータじゃなくてテープに録音するタイプだったから。うん。あ、またなった。巻き戻して、うん。聞くじゃないですか。うんうんうん。だから何回も聞いてると多分テープがガサガサになるんじゃないかなっていう。うん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 。こういうのもあるのかもね。すごい、これ親切設計やね。ヒント教えてくれる。今この中に薬をしてんの？飲むの？それ全部飲んだらどうなんの？もう。あ。来た。誰か来た。本当に来た。もうそれを飲まなくていい。お。あ、でもさすがにこの店舗で飲むのは良くないよね。この店舗でな。ごめん、来るのが遅くなって。もう頑張らなくていい。これ、ついに死ぬってこと？マジか。ずっと一緒だ。院長先生のことが好きだったんでしょ、この人、多分。うん。で、おそらくその治療方法について言及したりする電話の内容を考えるに、うん、あの声はやっぱり院長先生だったんじゃないかなと思うよ。ほう。多分。多分。で、迎えに来たでしょ？うん。でもこれもう天からのお迎えじゃないの。
続き見ていきますか。はい、お願いします。そうとしか。なんで抱き返しただけで、あっ！何が起こった、今。7号室の、あ、いけない、7号室の電話を取り替えるの忘れてたわ。胸に7番って書いてあったからね。ああ、それなら私が取り替えに行ったんだけど。だけど？あの患者さん、あの電話をやたら気に入って、なんだか無理に取り上げるわけにもいかなくて。確かに、あの黒電話って前の患者さんの留守電、記録、おお、留守番録録音音機機。もくっついてなかったかしら。じゃあ、あれは自分宛ての電話じゃないけど、あまりにもこう、優しい声が入ってるから。それに寄り添ってしまってたんや。ってことだな、きっと。じゃあ、迎えに来るはずの人はいないよね、やっぱり。まあいいんじゃない？え、いいの？あれは誰？こういう言い方はあれだけど、あの子多分もう長くないだろうし。ああ、じゃあやっぱり死んじゃったのかな。それが少しでも慰めになるんだったら。どこだ、ここ。天国？なんかでも屋外みたいな音が、うわ、嫌な音。耳が塞がれる感じがするね。え、なんか浮かんでる。なるほど。これが意識的なことなのかな。でも、こっから始まるんかな。あ、ここで終わるんだ。で、何かや、わかることもあるんかもね、こういうの。曲、何の曲だろねえ、すごい落ち着くね。う。ねえ、で、わってことは、なんか曲名とかも意味があるんだと思って。ジ・エンド。わ、沈んでった。何だったんだろうね、その。あの世とこの世の間に流れる川かな。ねえ、あ、サンズのね。そうそうそう。サンズのリバーね。サンズリバーですよ。これで終わりということでよろしいでしょうか？よろしくないんじゃない？ 多分これで終わりじゃないと思うよ。なんとなくだけど。
こういうゲームってさ、だいたい何周もルートがあるじゃないですか。おう。ちょっともう一回やってみようよ。わかりました。あ、音も聞こえなくなった。かすかな息遣いだけ。あ！お！森の中のあ、院長湖。先生ちゃん。院長先生って修道院の院長先生か。病院の院長じゃなくて。あるあ部れ屋にば、ない部み屋にたいないだみたいだから。から。一応、留守電ロ残ールししとてくみる。よ。君がいない間、一人でいろいろと考えたよ。明日、君が帰ってきたら、たくさん話をしたいことがあるんだ。お名前は R バで終わりだったんだね。ねえ、正解やったよな。やあ。え、でもさ、さっきのっぱり。うん。うん。話からしたら、これは前の住人の留守電の機械やから。そうね。だこの子は別にアールバって名前じゃなかったやん。ねえ。そもそも。あ、そうや、セラッあ、タ。そうやったっけ？忘れちゃった。セラッタって名前だった気がするな。あ、そうや、セラッタや。なんで、で、前ので留守電でもアールバって名前呼んでて、これから迎えに行くよみたいな。う電話の時に。んうんうん。終わり。なんか、サクッとできていいゲームでしたね。そうね。あとまあ、不思議なゲームでしたね。なんか気分は爽快にはならんけど、ちょっとなんていう考えさせられるけど、このモヤっと感がちょうどいいみたいな。多分そういうことだと思うわ。なんかその正解をパッと見せてはくれないけど、そのパッと見せてくれない正解についていろいろ考えるためのゲームなんだろうなみたいな。そういう感じ。なんかエンディングは結局あのニコらしくて、その、うん。池の淵で院長先生と出会うパターンと、お部屋に迎えに来てくれた誰かとハグするんだけど、なんかバクってなるみたいな、あのエンドの2個みたいなので、なんか、結局その、まあ、看護師さんの喋ってたことが全てってことだよね、結局。その、あの部屋に越してきたあの子は、あの部屋の住人としては、まあ、二人目。まあ、もっとたくさん前の人がいるかどうかわかんないけど、二人目で、あの電話の録音も自分のための録音ではないし、っていう。で、多分精神を病んでいて、その、薬に頼るか頼らないかみたいなところで戦っているっていう、通りだったよね。でも、長くないよって言われてたからさ、やっぱ2個目？院長先生っぽい影が、修道院のね、なんか出てくるところは、やっぱり死んじゃったのかなと思いつつも、ちょっと、わかんないですね。わかんないけど、なんか、薬飲んで、突然殺しに来た人も、もう薬飲みすぎたがゆえの、もう、妄想やったんかなと思った。ああ、それもわかる。そうかもしれない。そういう副作用なんじゃないかなっていう感じもするもんね。いや、まあでも、これ無料でできて、サクッとできて、いいゲームだったんじゃないかな。いいゲームでした。面白かったし、なんか、ゲームも可愛かったし、綺麗だったし。そうだね。なんか、アーティスティックなゲームだったな。あ、そうね、芸術作品だね。また、じゃあ、この人作品他にあるのかな？どうかな？畑池田さんっていう人だったね。ねちょっとえ。ね、他こにの人のも。作品またあるんやったらやりたいな。あ、他にもありそうですね。あります。何個か。ありました。ありますね。ちょっとまた時を置いてやりますか。やりましょはい。う。はい。では、ご視聴ありがとうございあまりしがとうた。ございました。またね。バイバイ。